こんにちは、アンドワークの戸澤です。はい、今日はズバリデニム、本当に幅広いシーズンでお着用いただけるデニムなんですけれども、アークネッツにも本当さまざまお取り扱いがありまして、アークネッツのメンズスタッフがそれぞれデニムのおすすめアイテムをご紹介します。今日は秋冬のスタイリングということで、デニムアイテムを秋冬らしく着用してご提案するという動画になります。それでは行ってみましょう。こんにちは、ノアズアークの町山です。よろしくお願いします。はい、トップバッターはノアズアークの町山さんです。早速デニムアイテムのご紹介お願いします。はい、今回僕が着用した商品がシュガーヒールのマスティフェーデッドベルボトムデニムパンツという商品になります。おお、なるほど。ちなみにそのデニムを選んだ理由はありますか？シュガーヒールというブランドが定番で展開しているデニムパンツになりまして、個人的にも大好きで、10本ぐらいシーズンごとに持ってたりするお気に入りのアイテムですね。10本も持ってるんですか？はい、10本持ってます。毎シーズンじゃ何か変わるんですか？毎シーズンデニムの色落ち具合だったりとか、定番でリジットのタイプとかが出てたりとか、素材もコーデュロイだったりとか、いろんなタイプがシーズンによって出てますね。なるほど。なんかこのフレアシルエットといえば町山さんのイメージなんですけど、お好きなんですか？そうですね、ほぼ毎日履いてます。へえ、なるほど。ちなみに町山さんの身長と体重は？はい、165cm、53kg になります。はい、サイズは何番を履かれてますか？サイズは30番を履いてます。ちなみに今日のコーディネートのポイントはありますか？今日はデニムにアウターをスタジャンを合わせてアメカジスタイルでコーディネートを組んでみました。で、トップスに合わせているスタジャンもシュガーヒールというパンツと同じブランドで、この左胸のワッペンと、この袖の切り替え部分のレザーのデザインが特徴的になっています。で、こちらのスタジャンも個人的に購入させていただいて、これからいっぱい着用するのが楽しみなアイテムです。もう本当に町山さんの大好きなブランドという感じです。そうですね、今すごい大好きなブランドです。なるほど。町山さんがデニム選ぶ時のこだわりのポイントとかありますか？ポイントは、強いて言うなら、テーパードシルエットのデニムパンツとかは履かないようにしています。で、いつも選ぶのはだいたいフレアシルエットかワイドのストレートシルエットのものを選ぶことが多いです。っていうのも身長があまり高くはないので、そういった裾口が結構広がってた方が、ちょっと足長効果というかっていうのがあるので、そういうパンツを選ぶようにしています。なるほど。はい、はい、それでは最後に一言お願いします。今回着用した商品以外にもたくさんの秋冬アイテムが入荷しておりますので、オフィシャルサイトをチェックしていただけると嬉しいです。ノアズアークの町山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミュージアムアークの富田です。はい、次は富田さんに来ていただきました。早速ですが、使用したデニムのアイテムを教えてください。はい、こちらのデニムはゴールドのサードタイプのデニムジャケットになります。おー、ゴールド、よくアークネットのディレクターも着用されてますよね。そうですね、激推しブランドなので。なるほど。はい、ちなみにそのデニムジャケットの気に入ってるポイントとかありますか？結構ジージャンってポケットがなかったりするんですけど、ゴールドのポケットはここにちょっと横にサイドポケットがついてるんで安心感ありますよね。なるほど。はい、それ以外にも実はここ内ポケになってて、ここにもスマホだったり鍵だったりじゃないですけど入れられるので、なんか意外とない便利なジージャンかなとは思います。じゃあバッグいらずですね。バッグいらずですね。なるほど。ちなみに身長と着用サイズはおいくつですか？はい、身長が 170cm で、サイズが M を着てます。 M サイズ。はい、コーディネートのポイントありますか？コーディネートのポイントは通年で着れるようなコットンとコットンなんですけど、インナーにモヘアのカーディガン、中に着るとすごい保温性が高いので、これをちょっと刺すだけで、冬も着用できると思います。いいですね。カーディガンどちらのですか？カーディガンはニードルズのモヘアカーディガン。大人気のブランドです。はい、大人気アイテムです。今日のコーディネートのご紹介をお願いします。はい、まずジャケットがゴールドのサードタイプのジャケットになります。インナーはニードルズのモヘアカーディガン、ジグザグ柄が可愛いです。可愛いですね。ありがとうございます。
パンツも、ゴールドのカーゴパンツで、M47 タイプのカーゴになってます。シューズは別注の GH バスのブレンジャーモックになってます。めちゃめちゃ軽いです。なるほど。以上です。ゴールド M サイズ着用っておっしゃってたんですけど、はい、サイズ感どうですか？そうですね、ゴールドの G ジャンはかなりゆったり作られているので、まあ冬場でも中に厚手のニットでも着れますし、あとインナーダウンだったりも多分中に着れちゃうので。なるほど。はい、かなり便利です。ゴールド結構全体的に大きめのサイズ感のイメージ。そうですね、はい、結構大きめの作りなので、なんかいろいろレイヤードし放題というか。なるほど。はい、その重ね着の工夫して楽しめるっていうブランドかなと思いますね。オーバーサイズはここ数年もトレンドですもん。そうですね、はい、もう慣れちゃって楽だから抜け出せないですよね。おお、そうですよね、はい、それでは最後に一言お願いします。はい、こういったまあデニムのスタイルじゃないんですけれども、店頭ではあのコーディネートの相談とかもたくさん載ってますので、ぜひスタッフにお気軽に声をかけてください。お願いします、はい、ミュージアムアークの富田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、コーナーズアークの落合です。はい、続いて落合さんに来ていただきました。着用されているデニムアイテムのご紹介をお願いします。はい、まず上がヤイカのデニムジャケットと、パンツがヤイカのデニムワイドストレートを着用しています。セットアップですかね。はい、セットアップで着用しています。いいですね。パンツのシルエットすごい綺麗ですね。ありがとうございます。お尻周りからゆったりとしたワイドストレートのシルエットが特徴になります。透け感もブーツとも合わせぴったりですね。はい、ありがとうございます。冬のデニムスタイルということで、なんかブーツと合わせてみました。ブーツはどちらのですか？ブーツはあのオラリーサイドオーバーブーツ。おー、デニムアイテムの着用サイズと身長体重のご紹介お願いします。はい、デニムジャケットの方が L サイズを着用してます。で、パンツが31インチ着用してます。で、身長が173センチで体重が60キロです。なるほど、はい、今日のコーディネートのポイントはありますか？デニムのセットアップなんでカジュアルになりすぎちゃうかなと思ったんで、ちょっと切れ目なタートルと、あと足元はブーツで合わせてカジュアルすぎないようなコーディネートにしました。もうカジュアルさと切れ目の感じでバランス取れてますね。ありがとうございます。かっこいいですね。ちなみにキャップとアイウェアはどちらのものですか？キャップがクレプスキュールの別注の BB キャップになってます。で、アイウェアがジュリアスタートピカルのメガネになってます。人気のブランドですね。そうですね、どちらもご好評いただいているアイテムです。なるほど。デニムのお気に入りのポイントとかありますか？はい、デニムジャケットを結構気に入ってるんですけど、まずシルエットが大きすぎずショート丈で、どんなアイテムと合わせても合わせやすいアイテムかなと思っています。あと13オンスって割とそんな重すぎず軽すぎないオンスなので、軽い印象にならないというか、重たい雰囲気でコーディネートを締めてくれるアイテムだなと思っています。なるほど。濃いめのインディゴもなんか秋冬らしくていいですね。そうですね、コートのインナーにデニムジャケットを着たりとか。確かに。もうかっこいいかなと思いますね。結構デニムジャケットはコンパクトなサイズ感だと思うので、はい、上にまたアウター、コート、羽織るっていいですよね。そうですね、結構その合わせはおすすめです。おお、なるほど。今着用しているデニムジャケットもパンツもヤイクからずっと定番で出ているアイテムになってます。今在庫が少なくなってきてはいるんですけど、また再入荷もありますので、ぜひサイズが揃った際にはチェックしていただけると幸いでございます。はい、はい、それでは最後に一言お願いします。はい、コーナーズアークではインスタグラムをやっておりますので、新入荷の情報なども随時上げておりますので、チェックしていただけると幸いでございます。はい、コーナーズアークの落合さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、アークワークスの八木沼です。はい、八木沼さんに来ていただきました、はい、お願いします。お願いします。早速、紹介するデニムアイテムを教えてください。はい、本日私が紹介するのはこちら、ブラックアイパッチのエクストラバギージーンズという商品ですね。バギーシルエットのデニムパンツになってます。はい、
すすめのポイントとかありますか？おすすめポイントはまず自分がバギーシルエットが好きだっていうのが一つと、はい、あとバギーデニムってこうやっぱ太く皆さん履きたいんですけど、うん、太く履くことによってこうやっぱウエストが大きくなってしまうんですね。緩くなってしまうというかサイズアップをして履かれる方が多いんで、はい、ウエストが緩くなってしまうんですけど、こちらの商品は渡りとか裾幅広いのに対してウエストが結構ジャストめで作られているので、こう何ですか、寄らないというかピタッと履けるのが、一つ目のおすすめポイントです。なるほど、はい、ちなみに八木沼さんの身長と体重は、はい、173cm で体重が 65kg ですね。でこちらが、はい、M サイズの着用になってますね。他にサイズ展開とかありますか？サイズ展開はアークワックスだと M サイズと L サイズのお取り扱いになってます。今日のじゃあコーディネートのポイントは？はい、ポイントは今年ノースフェイスの新色マウンテンダウンジャケットのダークオークっていうカラーですね、まあ、定番の人気商品ですね。こちらと、まあ、ティンバーランドで色合わせて、あとインナーにはサーマルのボットの商品ですね。こちらとデニムで色合わせてるっていうようなスタイリングになってますね。はい、じゃあ2つ目のお気に入りポイントなんですけど、この刺繍ですね。刺繍だったりこっちのピスタグがレイアウトされてるんですけど、刺繍は何て書いてあるんですか？刺繍はビーズ IP って書いてあって、ビーズ IP って何かっていうと、ニューヨークの現地の黒人の方にブラックアイパッチっていうブランドのこう名前、まあ、あだ名つけてくれみたいな感じでつけてもらったっていうエピソードがあって、なんか思い入れが深いような意味合いになってるそうです。海外の現地の相性みたいな感じ。そうですね、相性ですね。なるほど、はい、はい、それでは最後に一言お願いします。はい、はい、今回紹介したこのパンツもそうなんですけど、ブラックアイパッチの製品ってアークネッツのオンラインストアだったりとかで掲載を行ってないブランドになるので、なかなかこうお買い求めにくいとは思うんですけれども、アークワックスのインスタグラムだったりとかをご覧いただくと取扱い商品一覧でご覧いただけますので、その際はお気軽にお電話だったりメールとかでお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、アークワックスの八木沼さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。デニムってやっぱり1年間こう通して着用できるっていうのが魅力でもあるので、ぜひオフィシャルサイトだったり店頭をチェックしていただければと思います。ありがとうございました。